兵庫県では明日にかけて局地的に雷を伴い激しい雨が降る恐れがあり、神戸地方気象台が土砂災害や浸水などに警戒するよう呼びかけています。神戸地方気象台によりますと、梅雨前線に湿った空気が流れ込む影響で、兵庫県では明日の昼前にかけて断続的に雷を伴った激しい雨の降る恐れがあります。明日にかけて予想される1時間降水量はいずれも多いところで北部南部ともに30ミリ、明日正午までに予想される24時間降水量はいずれも多いところで北部南部ともに100ミリとなっています。県内では降り続く大雨のため、播磨南東部南西部などの地域に大雨や洪水警報が、香美町に土砂災害警戒情報が出されています。神戸地方気象台は市や町から発表される避難指示の情報や低い土地の浸水、河川の増水に警戒するよう呼びかけています。